社会的入院、社会的入院、社会的入院とは、入院の本来の趣旨を逸脱して、必ずしも、治療や退院を前提としない、長期入院を続ける状態のことを指す。下記に列挙する、医療問題、社会問題としての文脈で用いられる用語であり、一般の入院治療とは趣旨をことにするホスピス等のターミナルケアに関しては範疇に含まない。入院は、 本来、病状が継続的な看護、または医学的管理を要するために医療機関に留め置く措置であり、病状が回復もしくは安定すれば当然退院し、必要に応じて外来診療に移行することが本来のアホであるが、医学的観点からはすでに入院の必要性が薄いにもかかわらず、患者やその家族の生活上の都合により、 事実上の介護の代替策として行われている点が社会的入院の特徴である。社会的入院はホスピタリズムにより精神が荒廃したために自立生活が困難になるなどの理由で退院後の生活が成り立たないため長期入院につながり長期入院により社会性や生活習慣の衰退という解問題の側面も持つ。また家族などの引き取り手に拒否される 自宅で面倒を見られないために、多性的に入院を継続させられている、高齢者介護の虐待的問題にまで使用される。また、社会問題として、医療費の増大につながる。日本の年間医療費は2002年、平成15年度で31.5兆円に達しており、社会の高齢化とともに、さらなる増大は避けられないと見られている。社会的入院は、 医療保険は利用できるため入院者の家族にとって経済的な負担は比較的小さくあまり抵抗なく利用されがちであるが総額としての医療費増額につながり公的健康保険の場合は国の負担も増大する不必要な入院が招く社会問題としてベッドが満床になるために救急患者を受け入れられず影響が救急医療にも波及し 救急難民を生み出しているという問題もある。大阪市のような大都市でさえ、社会的入院患者の増加で、救急患者を受け入れられない事態が増えている。OECD は、診療報酬の日数払い制度は、医療機関の過剰診療を招くとして、各国に対し、日数制限や包括払い制度の導入など、支払い制度の改革が必要だと勧告している。 日本では2000年から、傷病の治療は、医療機関で、要介護状態の介護は、ソーシャルワークで、という考え方から、介護保険制度が施行された。また、医療機関に対しては、入院が長期に及ぶと診療報酬を見学することで、長期入院の抑制が図られた。しかし未だに、医療保険入院は、介護保険入院の2倍の病床数を占めている、現状である。 特に精神障害者の場合は深刻で、数年から10年以上、半世紀以上も精神科に入院している患者も珍しくはない。経済協力開発機構は、日本の精神保健政策は他国に比べが遅れており、精神科病床の多さなど悪い意味で突出していると報告した。根本的な原因として現状が挙げられる。そのため、 退院を前提としない治療を行っている病院もある。こうした状況を見て、日本医師会会長、竹見太郎は、精神医療は、牧畜業だと発言した。具体的な事例として、精神科医の斉藤雅彦は、2012年、平成24年7月1日に、東京都立、松沢病院院長に着任した際の挨拶で、今回30年ぶりに、 同じ病棟、取りず、松沢病院の精神科病棟に入って、休地の患者さんから声をかけられて愕然としました。30年間、退院することなく、松沢病院で過ごしていた患者さんが何人も、いたのです。と驚き、30年間も病院に、長期入院している、精神障害者の患者が存在していることを、憂いている。このような場合、特に、 数年から数十年単位で行われる入院生活や薬物療法の副作用、あるいは数年から数十年単位という極めて長い入院生活を終了し、社会生活を営むことへの不安感や患者自身が長期間の精神科病院への物理的、精神的拘束による抗菌反応から単位を諦めてしまうケースも多い。経済協力開発機構。 OECD は多くの国々、アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリア、フランス、イタリア、ノルウェー、スウェーデンでは脱施設化を達成したが、しかし日本や韓国のような国では未だ施設入院が主流であると報告している。日本の医療制度に関しては平均入院日数の長さが指摘されており、長年 OECD 中1位を維持している。 厚生労働省の患者調査において、受け入れ条件が整えば、退院可能、退院は決まっていないが、退院可能な状態にある患者と区分されている、入院者数は2011年には18.1万人で、入院者総数の13.5%を占めている。OECD は2009年に、患者を入院させたままにすることは、病院収入を増やす簡単な方法であると指摘し、 患者の入院区分を正確に分類し、かつ診療報酬スケジュールを見直すことで病院への長期入院を減らす取り組みを行うよう勧告した。厚生労働省は医療費適正化計画を策定し、療養病床について老人保健施設や居住系サービス施設への転換を推進している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。